おはようございます。ジャスト株式会社代表関正樹です。今回、ちょっとねリーダーシップと、はい、合議制についてお話したいと思うんですけれども、はい、ちょっといい例があって、はい、ローマ帝国、古代ローマ帝国、はい、まあ、最初王政だったんだけど、はい、どこら辺が共和制ユリウス・シーザーって知ってる？初めて聞きました。え、嘘、ごめん失礼しました。それユリウス・シーザーのカエサルは知ってる？カエサルは聞いたことない。カエサル、そうそう、はい、共和制だったのがカエサルを境に帝政に変わった。まあカエサルの時代まだ帝政じゃなかったんだよね、はい、帝政に近いもの、はい、だいたい紀元前まで0ぐらいでね、はい、まあ、キリストが生まれるか生まれないぐらい、はい、かのだいたい年なんだけど、なんて共和制って何だったっけ、なんて言って、まあ、要は、はい、選出か元老院制度があって、はい、要はみんなで話し合って決めようよ、はい、決めてそれで決断、はい、決めたことをやってこうよ、はい、っていう制度なんだけど、はい、今度帝政に変わりました。はい、どういう制度これ、鶴の一声というか、そう、はい、でなんかさ逆行してないこれ、はい、うん、民主主義社会って どっち、共和制です。共和制だね、はい、要は選出された人が、ね、はい、まあ、選出され、まあ、元老院は貴族院だから、はい、選出はされてないんだけど、まあ、要はみんなの合意によってものを決める、はい、でなんか民主主義はこれの方が進んでるように思われる、はい、思います。なんか逆行してるよね自体、はい、でもここでもね、これローマがまたここから400年ぐらい持つんだけど、はい、なぜ必要だったのか、帝政が。共和制では何も決めれなかったというか、何も決めれなかった、それは言い過ぎかもしれないですけど、うん、決定するまでに時間がかかりすぎた。そう、もういい線いってるね。ではここまではローマでそんなに、はい、大きくなかった。はい、で、でカエサルがガリアっていうところを占領した、はい、もうでまあいろいろこっちも拡大して伸びて、はい、戦争起こりました、はい、じゃあ反乱が起きました、どうする、はい、まあ、沈めようとするのが一般的だと思うんですけど、うん、でここにまああとなんだゲルマン人が攻めてきた、はい、どうする、疫病がここで起きました、どうする、はい、はい、それに対する解決策というか対応策というか、その時は、はい、通信手段も電話とかなかったんで、はいはい、うん、はい、要はもう皇帝が即決めていっかって行かなきゃいけない、はい、行って沈めていかなきゃいけない戦争、はい、うん、でいちいち元老院で決めてこれまあ招集しますよ、はい、うん、はい、招集しておいてどうこれはどうやりますよって、はい、7日ぐらいかかってる、はい、ってのはローマに攻めてくるの、はい、もう、うん、ゲルマン人が、はいはい、で疫病が起きましたって、はい、いろいろ対策打つのに1週間かかってたら、はい、もう街全滅するの、はい、ひょっとしたらこっちローマまで感染しちゃうかもしれない、はいはい、うん、でやはりこっちの方が領土が大きくなるとやっぱこっちの方が便利だよねって話になるよね、はい、うん、で一概に民主いわゆる合議制だからって言って進んでるとは限らない、はい、あ、でそこのところ古代ローマ人ってすごい合理的なんだよね、はい、うん、合理的というか、あとこの占領した地域によってここ王政残しときましょうね、エジプトも王政温存したんだよね、はいはい、そう、アメリカなんか違うよね、うん、全て民主主義変えちゃいましょうって話してたんだけど、はいはい、ローマは占領した地域の神々も全部残した弾圧しなかった、はい、でここは王政残しときましょう、ここは属州にしましょうね、はい、ここはもう占領しちゃってもローマにしちゃいましょうね、はい、
ですごい臨機応変で地域地域によって継ぎはぎだらけなんだけど制度変えたんだよね、はいはい、でやはりやっぱで状況によってやっぱこれをでもね訂正も悪いとこあるんだよ。どういうふうに悪い独立じゃないや独裁になる可能性が独裁で悪いやつがついちゃうと、はい、とんでもないことになるので、はい、っていうのもあるので、うん、やはり、まあ、会社組織もそうなんだけど、はい、やっぱこっちとこっちをこう、はい、あなんていうかなこう両方使えるシステムを取っといた方がいいと思うね、はいはい、なかなかでも現実的には難しいんだけど、うん、ということは結局あれだよね、会社組織の場合は社員がのこう声をこう上がってきやすいっていうか、はい、風通しよくしとかないと、はい、いやこっちの悪い面が出ちゃう、はい、そうですね、うん、で逆に言うことばっか聞いてると、うん、戦略的なことができない、はい、素早い判断ができないので、はい、でどうこう会社組織内をこの両方のハイブリッド精度を保てるかというのは、はいはい、うん、結構課題になるじゃないかなと思います、はい、まあちょっと古代ローマを参考に、はい、はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。